株式に関係する変数の関係株価、純資産倍率は企業の資産面から株価の状態を判断する指標である。株価の状況を判定する情報として株価収益率とともに重要視される指標の一つである。当時後を取った略称の PBR の表現は日本国内で広く用いられているがアメリカでは P、B と表記するのが一般的である。 株価純資産倍率は、一株当たり純資産に対する株価の倍率を測る指標である。以下の式で求められる。一般に PBR が1倍であるとき、株価が解散価値と等しいとされ、それ以下だと割安株として扱われる。1倍以下の水準では、会社が保有する純資産の額より、株式地価総額の方が安いことを意味しており、 継続的に事業を行うより解散した方が株主の利益になる可能性がある。魅力的な事業、資産を持つにもかかわらず低 PBR で推移している企業は絶好の買収対象になるかもしれない。一方、PBR が高いからといって割高であるとは言えないが、資産を目的とした買収の対象としては魅力的とは言えない。 また株価純資産倍率は、時価総額を純資産で割ったものと言い換えることもでき、次の式で求められる。PBR の計算の元となる、純資産は、各会計実機における決算で、すでに確定した数値が使用される。そのため、当該企業の業績や資産内容に対して、重大な懸念が発生している場合は、来期以降の純資産が減少する、可能性があり、 この場合は PBR1 倍を大幅に下回る株価が形成されることがある。従業員の不祥事など風評により業績の悪化がさほど懸念されないにもかかわらず株価が急落しているような局面では株価の当面の底値として解散価値と等しい PBR1 倍は意味を持つ可能性がある。また業績悪化懸念のある銘柄に対して経験的に PBR0.7 キンペミア0.5、0.32などの水準に相場的な妙味を見て買い向かう向きもある。市場全体の PBR は理論的には1.0を下回らない水準で株価が形成されているはずであり、米国 S&P500 で2.0超5.0弱、当初一部平均で1.5内外、二部で1.0内外での推移が確認できる。 一方、深刻な不況の長期化などにより、上場企業トータルでの決算純利益がマイナスになるような局面では1.0を下回る平均株価を形成する可能性がある。当該企業の実質的な純資産額の見積もり、算定は株式評価の数用で、あらゆる財務行動や企業業績の見通しが将来の純資産額の想定に影響を与える。現時点で算定されている。 PBR の値は、決算によって確定した値を元にした過去のものに過ぎない点に注意が必要であろう。ありがとうございます。